なんかおすすめってあるんですかね。うーん、何やろ、うち勧めてみんなそれ ですよね。あ、じゃあモダン焼きの、うん、どうしようかな、肉入りお願いできますか。モダンどっち、そばうどん。ああ、じゃあそばで。はい、なんかこの辺ってなんかお好み焼き屋さん多いですよね。もともとは結構あったんですか。結構、そこの十字路、はい、右に曲がったら1軒、2軒あって、そこもちょっとやめちゃったんで。やっぱそういう文化みたいな感じなんかね。なんか知らないと、この辺は昔から多い、あのお好み焼き屋さんが。そうなんですね。前もっと結構あったな、何軒あったの。
つやでいいですか。あ、お願いします。かけてます。はい、お願いします。のりのりがいい。あ、お願いします。かけてますね。はい、ネギいったら乗ってるけど、あ、美味しいですね。美味しいです。ありがとうございます。あんまり口の中でもごもごすることなく、なんかすごいしっとりしてると食べやすいですね。はい。あと、あの爆弾キャンディーってあるんですかね。あ、じゃあ一つお願いします。どんなか知ってます、ね、あ、なんかこんななんか、うんうん、あれですよね。氷かき氷がね。ですよね。なんかよくあの運動会で見る あれですかね。何がいいです。ちょっとじゃあ、はい、ソーダソーダと、あ、じゃあソーダで、はい、お願いします。ありがとうございます。おお。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。